あれ、精密モールの話あるんだ。前回設定ツールの話が出たし、ちょっとだけ触れようと思う。思ってたより使ってる人が細なんだっけ。初代から移行した人が使ってる感じだと思うけど、どうだろうな。簡易モードで困ってはないけど、記録は精密モードの方が快適かも。初代に慣れてると精密モードで記録したくなるのはわかる。でもケーブルつないで設定しないといけないのはやっぱり面倒なんだよね。そうだね、手間も機種の癖もあるから廃れるかなと思ったけど、意外と使われててびっくりしてる。初代から使ってる人は慣れてるからかな。そうだとしたら、どちらか一方だけ使ってる人が多いだろうから、両方の比較をざっと紹介しようか。じゃあ今回は精密モードで何ができるかを紹介します。2つのモードを比較するので、簡易モードで何ができるかも見ていってください。あ、紹介はするけど設定は面倒なんで、これだと思わない限りはやめといた方がいいよ。うん、否定できない。例えば Android をケーブルでつないでファイル転送とかしたことなかったらきついと思う。実際に必要なものや手順はツールを配布してるページを見てください。簡易モードの方はアプリに出てくる設定は順番にやるだけだね。とはいえ、画面を操作したり撮影したりするアプリだから、年々 Google 側が厳しく。はい、ストップ。次。見ての通り、精密モードの記録は画面タッチを直接記録できます。簡易モードのプレート記録だとどうしても操作がワンテンポ遅れるから、これは結構体感が違うね。あと、精密モードで記録した操作は簡易モードでもほぼ再生できるよ。再起動とかで精密モードが消えても再生できるってことね。再生の精度の差はこんな感じ。なるほど。でも普通にタップするだけなら別に精度とかいらなくない？機器の性能とかにもよるけど、精密モードでないとダメってことはそうそうないかな。時間？タイミングも精密なんだっけ？一応そうだけど、最近の機種なら差はないと思うよ。うん？プログラムで使える項目にも差があるの？キー入力に関する部分だね。まず、使えるキーの種類が増えるよ。簡易モードだと使えるキーは戻る、ホーム、履歴の3つだけね。音量キーとかは精密モードでないと押せないね。あと、キー入力項目も使えるようになるけど、これはキーボードのタイピングだと思ってください。ああ、これ使いづらいよね。日本語入力変換が絡んじゃうからどうしてもね。これ、開業伝統入力になるのが大事なポイントだった気がする。ここまで紹介しておいてなんだけど、機種によって精密モードが使えないものもあります。ケーブル抜いたら使えなくなる機種、終わるとかじゃなかった。それもある。独自 OS を歌ってるところのは、ケーブル抜くと精密モードがダメになるケースが多いみたい。ロック画面が表示されたら、その後精密モードが使えなくなる、もったよね。うん。ついでに、搭載されてるタッチスクリーンが独自ルールすぎて再生できなかったこともあるよ。どうしろっていうの？ケーブルとかロック画面は機種の仕様だからどうにもならない。独自ルールは？そっちは、タッチ情報の取得をするとフレック2が調整するよ。あとは精密モードのチップス。設定後にはまずタッチ情報の取得をしてください。やらないと精密モードでタッチ操作項目が使えないよ。精密モード設定の追加の完了キー、未完了キーの大小どちらかを指定するのがおすすめです。精密モードの記録は画面そのまま過ぎて完了ボタンはないから、電源キーで完了すると画面オフになってちょっと面倒なんだよね。あと、画像認識もやるなら、以前の動画でも触れた精密モード設定の操作記録タイプを自動分割にしてみてください。いつも以上にごちゃごちゃしてたね。精密モードとの差は結構聞かれるんだけど、答えにくいところが多いというか、なんというか。普通に使う分にはケーブル挿してデバッグ運転も手間かけてやるほどじゃないよ。何にしても準備が必要な上に機種の相性もあるし、追加される機能も業務用みたいな制度やキー関連なので、未経験者は無理しないでください。
でも記録はかなり快適になるから、初代やケーブル繋いだ経験があれば試してもいいかも。